ずやっぱり日本で10年、20年、30年修行した人がこちらに渡ってきて料理をまず作るときには絶対そういう壁というかそういうのに打ち当たると思うんですよね。私はそのちゃんと修行してきたんだからもうこういう料理は作りたくないと思う人があると思うんですよ。だけど、まあ、何年か2年3年するうちにやっぱり料理は料理じゃないですか、まあ、そういうのに、まあ、お客さんが好むものをやっぱりオーストラリア人だから日本食は分からないとか、まあ、そういうのはもうなくなりましたね。やっぱり伝統を守りつつオーストラリアにもやっぱり日本食というのをやっぱり広めていきたいというか、まあ、そんな感じで料理、まあ、考えちょっと変わりましたけど、まあ、そんなあれですけど。まあ、ライバルが少ないって言ったらあれなんですけど、日本食少ないですからちゃんとしたものをちゃんとして出せばその日本よりも成功する確率はものすごく高いと思います。僕の場合は全然そういうことを考えないでこちらに渡ってきたというか、まあ、来たんですけど、でも結果として今レストランをやっているだけのことがあって、だから別に あんまり夢を大きな夢を持ってきたら今度それが叶わなかった時の落胆がものすごく大きいと思うんですよね。だから、まあ、自分ができることを一生懸命やれば別に10年先に1年先は自分の持ってる夢の10倍20倍のことはできてると思います。僕は思うんですけど、日本にですね外国の方たくさん来られるじゃないですか、オーストラリアにしてもアメリカにしてもフランスにいろんな人にもね。だけど友達は日本語をしゃべれと言わないじゃないですか。日本語書いて英語して、ああすごいなフランスもすごいなという感じがあると思うんですよ。だけどこの国はその、まあ、オーストラリアで生活するんだから英語を学ぶ、英語をしゃべれ、ちょっと矛盾してると僕は思ってたんですけど、だけどまあこの国で生活するものにあたってやっぱり言語というのは英語というのはものすごく大切だと思います。やっぱり三田前さん のビジネスビザというのがあるんですけど、今 IELTS5 を取らなダメなんですけど、もともと職人さんが英語を喋れてたらそれこそ職人になってないと思うんですよね。他のことに職人ついてる方もいらっしゃると思うんですけど、だからそこら辺ちょっと僕は矛盾してるなと思うんですね。英語を喋れ喋れ喋れと、この国はそういうふうに政策というか打ち出しているんですけど、だから日本料理は今大変いい職人さんが集まらないというのはやっぱりありますね。まあ、基本的には僕は日本もオーストラリアもどこでまあどこでもいいんですけど、どこも一緒だと思ってるんですよね。まあ、住めば都という言葉があるように、まあ、住んだらそこがまあふるさとじゃないけど、まあ、自分のホームタウンと思ってますね。まあ、そういえば移民って考えたこともなかったです。まあね、隣町に行くというような感じでここにいると思うんですよね。ね、今はあれですよね、昔はそれこそ海外に来たらもうそれこそもう人騒動というかもう、ああもう今からどこにハワイに行きます何を行きますというような感じで、やれお金は高い、何はねもう大変だ、パスポートを作らないといけないとかですね、今、まあ、だけどみんなも若い人からもね、お年寄りからもちょっと行ってくるわというような感じで、ものすごくその近くなったと思うんですね、海外というのは。だから僕はその移民というかそういう移民なんでしょうね、やっぱりですね。